た。待て。一番。大丈夫か。お。ちょ。何してるんだお前たち。これは知事。お前たちは暴漢と市民の区別もつかないのか。けしからんぞ。いえ。はい。申し訳ございません。お怪我はありませんか。オルチョカランは私の警備がとんだ勘違いをしてしまったようで、バックミラー越しに事態が見えたもので慌てて戻ってまいりました。さあ、わかっ、今夜オトヒメランドに一人で来い。俺も一人で行く。はい。お怪我がなくて本当に良かった。この度は本当に申し訳ございませんでした。警備の者たちはしっかりと教育をしておきますので、何卒ご容赦ください。では、次の予定がありますので、ここで失礼いたします。なあ、ねえ、いいや、待った。에이, 자존심. 아, 뭘? 아, 뭐지? 모든 발단이 거기라서 그런가? 왜 안 열리냐, 카트. 아씨, 이거 할 게 없네. 계속 메인만 해야 되네 이거. 그래서 재료나 구하게. 어? 너희들 모여. 니네 뭐야? 기압의 머리띠. 자, 가타즈케를 가네. 파티를 가시다. 시네즈. 어, 저, 쟤 엄청 무서운 앤데? 로션 술사? 어, 쟤 무서워. 아니, 맞질 않아! 이게 뭐야! 기압의 머리띠. 기압의 머리띠. 두 개야?
아이13나도방어력엄청높았어어야쿠모를내가안먹었었네얘거를세상에그러고보니나도감얼마나모았죠252개중에155개100개남은건가오네나갔다올게혼자왔네わか。こんなところで生まれたんだな、お前は。약간기가죽어있어이집안お久しぶりです、わか。会いたかったんだろう俺に。お前の聞きたいことなら分かってるさ。どうして俺が名前まで変えて政治家になったのか。どうして俺が東条会の壊滅に加担したのか。あとこの体も気になるか。昔は車椅子だったもんな。全部、答えてくれるんですか?ああ。病気はアメリカで治した。肺の移植手術を受けてな。知ってるか?向こうじゃ移植の順番が金で買えるんだ。だがどんなに金があっても、ヤクザの息子じゃそれさえ難しいんだ。そのために、名前変えたんですか?手術のためだけじゃねえ。荒川真澄の息子として生まれたこと。病気のせいで青春時代を人並みに謳歌できなかったこと。そういう人生そのものを書き換えるために、名前を変える必要があったんだよ。でもその結果、今じゃ都知事と幹事長を兼任する政治家になれた。どうした?おめでとうございますの一言も言ってくれないのか?아예축하드립니다제가뭐도와드릴지라도이러면개웃길텐데이해는안되죠政治家になるってのはそんなに嬉しいもんなんですか엔딩그리고엔딩政治ってのはいいもんさヤクザみたいに暴力で支配するわけじゃない法律に準じて人々の暮らしを良くするおかげで多くの人間から感謝されてるよ小笠原を殺しましたよね。うん?ああ。リスクマネジメントさ。どういう意味ですか?だってあいつは、お前に拉致られてブリーチジャパンや俺の内情をベラベラと喋ったんだろ。あいつはそういう男さ。奴は一言も喋ってませんなんて言ってたけど、目を見りゃわかるよ。だから処分した。本当かどうか確認もしねえで、なんでそんなに簡単に殺せるんですか?じゃあ聞くが、あいつは本当に何も喋らなかったのか?どうだ?そりゃ。ほら見ろ。リスクマネージメントというのはそういう危険を事前に。でも一緒にブリーチジャパンを立ち上げた仲間なんでしょう?
それをためらわずに切れるかどうかがトップに求められる決断力さ。親父だってそうだっただろう。ガキの頃から面倒見てたお前にあっさりと身代わり出頭を突きつけた。親さんは俺を切ったわけじゃありません。あの時荒川組を守るためには俺が出頭するしかなかったんです。荒川組を守る。沢城の頭が殺した鈴森って男は東城会の直系組員でした。もしも頭がパクられることになったら、三次団体で隠したのを荒川組はけじめをつけさせられますから。今もらったご？お前が身代わりになんなくたって沢城はパクられなかったさ。それ誰にもわからないっすよ。いやわかる。なぜなら沢城は鈴森を殺してないんだから。ええ、そういえばお前と最後に会ったのもあの晩だ。ディカジュですよ。覚えてるか、大晦日に行ったカムロ町のクラブ。ええ、그래그때겁나빡쳤었지그래갖고살인했나あの夜は散々だったな。사고쳐가지고わかいつからそこに。이때상처많이받았거든。あのわかおう、用足しは済んだのか。俺は帰るから、それで払っとけ。余ったら血拭く時にでも使え。わあ、거리표현잘했네。약발다됐구나。大丈夫ですか。うるせえ、そんな。行こうぜ、どうせ酔っ払いだ。何やろ、具合でも悪いのか。いるんじゃねえ、いるんじゃねえよ。휠체어누가어헐개빡쳤겠네。起きろや。こんなところで寝てんじゃねえよ。ええくな。酔っ払いが。なんだてめえ。ここはうちの組のビルだ。とっとと出て行け。ヤクザか。社会のゴミが。なんだとてめえ。わざわんじゃねえ。カムロ町でヤクザをちょくるなんていい度胸してんじゃねえ。おはりや。どっから来たおのぼりさんか知らねえが、カムロ町の怖さをたっぷり教えてやるよ。素人がモデルガン出して生きがってんじゃねえよ。どこで買ったんだ。え、田舎のおもちゃ屋か。あ、おもちゃだと思ってんのか。本物なら撃ってみろよ。
ほら、どうした？あー、行って。ほら、さっさと引き金引いてみろってんだよ。撃てねえよな。見せかけの偽物じゃな。生徒様。二度とでけえ面すんじゃねえぜ。ハンパモンの貴様。てめえ、いい加減に。집안이갈수밖에없었네스즈모리아오레와사와시로니오키타코토오소노마마츠타에테이에니가엣타다레니모목격사레나갔다노와락키이닷다요자오레와와카노가와리니슈토시타테코토데스카소사오야지와타이세츠나히토리무스코오마모르타메니오마에오오카미니웃탄다요しかし親父もそのままをお前に告げるわけにいかない。彼らは말했어도갔을텐데。だから沢城の身代わりって筋書きを作ってお前に頼み込んだんだ。まんまとあいつの口車に乗せられたお前は喜んで出頭したってわけさ。それでもまだお前はあのクソ親父を信じられるのか。いがんじらね。絶望すんのもよくわかるぜ。懲役18年ってだけでもひどい話だが、ひどいのはその後だよな。勤めを終えて出てきたお前を、あいつは、バーンだろ。ひでえ話だよな。で、俺、나쁜사람아니었어、마사토도。いじ。모멸감이그렇게사람을조커로만든거지조커랑다를게뭐야이지소래데모오래와아라카와노오야상을신지てます자아오래카라모히토츠키가세테크레이지오마에난데이키텐다なんで偉人町にいる理由なんてでも俺はどん底の一番ですどっからでも這い上がってくんのが俺ですからそうかまあいい몇년아니고18년이거든요お前の間抜け面は変わらないな怒りを通り越して懐かしささえ覚えるよ嬉しいぜ。そいつは光栄です。俺はてっきり今夜、はめられるんじゃないかと思ってたんですけどね。でも、若は約束通り一人で来てくれた。과연그럴까俺も、嬉しいです。殺されると思ったか。お前を殺すことなど議会の答弁に比べれば朝飯前だよ。だが生かしてやる昔のよしみでなその代わり条件がある二度と俺と俺の親父に近づくないいなぐちゃぐちゃ고민좀해봐야돼俺からも若に条件を出させてもらいます偉人町から撤退して
久米の出馬も取り消してください。何何生意気なこと言うようですけど久米は国会議員の器じゃないっす。그건맞지무지한民事党内でも同じ見解だ。現に後ろ盾がなければあんな世間知らずの若造は落選するに決まってる。だったらなんで久米なんかを出馬させるんですか。俺の価値を知らしめさせるためさ。저런놈도당선시킬수있다고。想像してみろ、久米がトップ当選を果たしたらその時民事党のやつはどう思う。パワーを맛보거라。青木亮の推薦は何の実力もない若者をトップ当選させるだけの力があるのだと理解するだろう。そして青木亮というネームバリューは荻窪にとって変わる価値があると思い知るはずだ。久米は若の引き立て役ってわけですか。選挙とはまさに駆け引きのゲームなんだよ。だったら偉人町再生シェルターもそのゲームの一部に過ぎないってことですか。あのシェルターか。あれはなかなか役に立つ優れものさ。なんたって不法滞在者を一網打尽で捕まえられるんだからな。捕まえる。ビザの取得をサポートしたりするんじゃ。한곳에모아가지고。まさか今さら彼女らにビザが降りるわけがないだろう。シェルターから入管まではバスで行き、その後はそのまま強制送還だ。そんな。それじゃ彼女たちを騙したのか。犯罪者を一掃して偉人町を再生するシェルター、名前に偽りはないね。じゃあ若は俺の条件を飲めないですね。飲めないね。なら今夜の交渉は決裂ってことですね。결렬。勘違いしてるようだが今夜は交渉ではない。さっきも言ったろ、お前を生かしておいてやるのは俺からの情けだ。それを無下にするなら好きにするがいい。와혼자알았어역시조どういうことっすか。若は一人で来るって聞いてましたが。若の最後の情けを無駄にしやがって。愚か者が。헐뭘좋대위성한방이면돼こっち無通り一人なんですよ。こっちだ一番。おい、えい、その中へ。お前らなんでここに。おら、どけどけ。あ、よし、ひんけ。逃げるわよ。한가롭게담배나피고있고中の連中ナイアゴロを取りこぼしたようやな。わしら控えの出番や。ベンチメンバー차려면난발을보내야되나。すっげえ。おう。やる気だけは十分。やるわよ。頑張ります。なめろよ。ここまで。入れてみたらいいや。ぴょんぴょんぴょん。よし。に勝てますかね。
아, 잘못 썼어. 아이씨, 행업을 아까워. 아, 아까워라. 아, 아까워. 급탈. 오, 안 죽네. 와, 피통 많네. 피통 오지게 많네요. 점 레벨 18. 데스 샤우트? 오, 좋아 보인다. 왠지. 누님의 호령. 뭔가 기술이 이제 멋있어. 이상한 옷 입은 애 누구지? 俺相手に随分大げさなんじゃないですか、頭。まあな。だがお前は撃たれても生きてた男。왼쪽에있는애。念には念を入れた。양복이너무멋있어。こいつが大光に撃たれても死なへんかったってやつですか？どんだけごっついやつかと思ったけど、案外普通でんな。アナドルだ。確実に息の根を。カルバ、엄청커。せやったら、頭と手足を切り落とすっていうのはどうでしょう。それならさすがに生きてられへんでしょ。やり方は任せる。マグロならぬ人間解体ショーをお見せしますで。カルバ、저거刺身ビッグバージョンいや。終わったらあいつの首箱詰めして明日の朝には届けますわ。守備よくやれ。頭は帰るんですか。お前らの汚い血でスーツを汚したくないからな。汚れ仕事は全部部下任せですか。トバルトバルトバル。荒川のおやっさん、下で一体何を学んできたんですか。トバル、おやっさん、おやっさん、うるせえな。その言い草には昔から虫ずが走ってたんだ。まあまあ言わせたってやりましょう。どうせあいつが物言えるのもあと数分の話やし。おしゃべりは十分だ。さっさとやれ。ほな解体ショーの始まり始まり。チェバンケ？ナンパじゃ、どんこばじじゃ。あ、やる気だぞ。さあ、やりましょうか。どうしようかな。앞뒤로있네。出てんのか？何やあるんだ。何や。当たって。来いよ。私の番、逃しますよ。サリが별로안좋아。やってみろ。아괜찮았어좋았어아신기술써봐야되는데
누님. 누님의 호령이. 에이. 별거 아니네. 일삼 찌르기. 총도 많아요 이거. 아. 가드를 해? 가드 잘하네. 만화를 왜 이렇게 많이 썼지? 에리? 내구미하고 다 안 되네. 데스 샤우트. 와 뭐야. 뭔가 세 보인다. 와 내성 쩐다 저거. 내성 쩌네요. 이것도 내성 쩌네. 클레임은 어때? 클레임에 약하구만. 알았어. 어 싸대기 약하네. 그렇다면은 급소차기 타격이 약할 수도 있어. 타격이 약하네. 끝인데? 스위스제 고급 손목시계? 저거 누가 쓰는 거지? 디바인 샷. 1つ 위의 男. 이제나. 俺の首を箱詰めにして頭に届けるとか言ってたよな。頭も驚くだろう。箱の中におめえの首を見たらな。싼다. めっちゃ気持ち悪いやつだったわね。 大海にはこんなのがわんさかいんのか。 日本一の極道組織だ。 これよりもヤバいやつらだってゴロゴロいんだろ。 そんな連中がどんどん偉人町にやってくるの。 勘弁してよ。 1番! 왜? 하마코사? 벌써 애들 내쫓았어? 도시단다!
今シェルターへ行ってきたんだよ。シェルターへ？あの子たちの忘れ物があったから届けようと思って。そしたらカパよ、ビッチバレてたな。あの子たちどこにもいないんだよ。シェルターの職員も全然取り合ってくれないしさ、一体どうなってんだか。落ち着け、浜子さん。一緒に探してくれよ、一番。浜子さん、あの子たちはもう日本にはいない。シェルターは彼女たちを強制送還させるためのネズミ捕りだったんだ。そんなあの子たちは自分が生まれた国に頼れる人間なんていないんだ。だから偉人町に身を寄せていたんじゃないか。私はね、私はあの子たちの幸せだけが生きがいだったんだ。なのに、なのに、なんでこんな結果に。도와주러갈수도없네。私がシェルターなんか進めなけりゃ、もっと早く気づいていりゃ。浜子さんはただあの子たちを思って行動しただけだ。悪いのは浜子さんじゃない。そうよ、自分を責めないで。浜子さんは最後まで誠実だったわよ。ごめん、ごめん、ごめんよ。ちくしょう。걔네들다어디가서도망갔어？하마코さん、ひとまず休ませたわ。ありがとう、サッチャン。どんどん偉人町がぶっ壊れていくな。ハン・ジュンギが言ってたの覚えてるか？俺たちも行く当てがあるなら、出て行った方がいいって。또어디가자고하려고。本当に考える時かもしれねえぞ。あ、ナンバー진짜。逃げんのか？だってよ、もう取り返しがつかねえとこまで来ちまってんじゃねえのか。取り返しがつかねえか。ちなみにナンバーはどっか行く当てがあんのか？いや、すぐには思い浮かばないけどよ。足立さんは？親もとっくに亡くなってるし、今さら行く当てって言われてもな。最後は？とてもじゃないけど、妹とお父さんを置いて出ていけないわ。じゃあ決まりじゃねえか。決まり？何が？みんなここから出ていけるような状況じゃねえ。そりゃ俺たちもコミジルもリューマンもみんな同じだ。だったら抗うしかねえだろ。取り返しがつかねえってんならなおさら取り返してやろうじゃねえか。でも賞賛があんのか？そんなもん必要ねえ。승산있지。昔、荒川のおやっさんに言われたよ。賞賛があって殴りに行くのはただの弱い者いじめだったな。でも賞賛もなしに殴りに行くってのはただの無鉄砲ってもんだろ。ちげえよ。賞賛なんて考えらんねえ強いもんに立ち向かう。それが本当の喧嘩だ。俺らの敵は民事党に大海連合。日本の表と裏のてっぺんだ。上等じゃねえか。思いっきり喧嘩してやろうぜ。日本の表と裏の頂点に喧嘩かな。さすがに足立さんもビビっちまってんの？バカ言え、相手に不足はねえ。やってやろうじゃねえか。ただその表の頂点ってのに警視庁も加えてくれねえか。そうだった。もちろん分かってるって。진짜香港역포함해서뒷세계다다싸우려고말도안되는아기れるくらいどうしようもない人たちよね。まったくだ。でも好きなんでしょ？うん、そんな自分にも呆れちまうよ。ナンバー、サッチャン、俺らと一緒に。はいはい、もう結論出てるから。さすがは俺たちの仲間だ。でもナンバーはどうなんだ？お前は弟さんの無事が確保されたことだし、結婚の話だって本
本当にいいのか。俺がそんなに薄情に見えるか。こうなら地獄の果てまで一緒に戦って、弟の結婚式のスピーチのネタにしてやるぜ。決まりだな。どいつもこいつも今に見てろよ。あっきだるよ。오야저볶음밥하나오이오마타세다모였네오맛있겠다大丈夫ですって会長。배고픈데食うのは若い俺らに任せてくれるや。私らはまだ全然いける。心配いらないよ。ソニーだ。いただきます。さっきから食ってばっかで何も話せてねえじゃねえか。確かにうめえけどよ。じゃあ俺が議事進行しよっか。これがクメックン、ブリーチジャパンの横浜支部長。次の総選挙でこの地区から立候補するってご人だよ。青木亮がこの偉人帳を自分の色に染める手始めか彼ってわけだね。ここだけじゃねえ、全国でブリーチジャパンの支部長たちが出馬するんだろう。そうみたいだね。となりゃもはや日本中がなるようにしかならねえ。クメ、처음에나처음에나왔을때만해도今青木知事の이렇게까지될줄몰랐는데와전혀완전반전이네그냥찐단줄알았는데ちなみに星野会長はクメは当選確実って読み？まあな、クメは絶大な青木人気の後ろ盾だけじゃなく、サポートも全力でやってもらえるだろうからな。やはり手がてえとこだろうな。ああ、しかも青木亮にとってここ偉人町は特別な意味を持つからな。リフティ바꾸셨나？かつて荻窪豊かの王国だったこの町を取ってこそ、その後継者を名乗れるということは誰より理解しているはずだ。そうだな。たとえ日本中の他の地域で民事党が勝ったとしても、この偉人町を取らねえと意味はねえ。どんな手を使ってでも勝ちに来るだろうな。そうだね。あ、ルニム。あ、やっぱり納得いかねえな。ですよね。うん？何がだ？だってそうでしょう。このままじゃやられっぱなしですよ。しかし。ほっといたら結局勝つのは若です。でもブリーチジャパンなんて近江連合を手足で使ってる限りなくブラックな連中ですよ。そんなのが偉そうにグレーゾーンの排除だとかヒーロー気取りで抜かしやがって、おまけにこのまま日本を牛耳るだなんて、そんなの納得いくわけねえでしょ。だが相手は政治家だぞ。さすがにその領域に手出しは。情けねえこと言うなよ。あんたたちは自分らなりのやり方でずっとこの町の弱いもん守ってきたんじゃねえのか。実況音が맞아。それ偽札作って偉人帳の均衡を保ってきたことはお世辞にも褒められることじゃねえよ。でもあんたらみんなこの町の世話になってこの町に恩があるって気持ちに嘘はねえんだろ。それに偽札の話だって最初に持ちかけてきたのは荻窪だ。でもここにいる誰一人として金儲けがしたくてその話に乗ったんじゃねえ。元はといえこの町で起こる抗争を止めるためだ。もしこのまま黙ってちゃ偉人さんの名が廃るってもんですよ。おい、ちょっと言い過ぎじゃねえか。調子に乗ると私も黙ってられないね。ちょっと待った。
僕は春日君に同感。僕らも賛成で。俺らは確かにグレーゾーンの住人だよ。表立って自慢できる生き方もしてこなかった。でも自分の部下や家族を食わせるっていうプライドだけはあったよ。それについちゃ孫妃も同じじゃない？今ここで引くってことは自分らの過去を丸ごと否定することだよ。そう。俺はハンピン・リューマン全員の命をあんたに預けたんだぜ。このままじゃカッコつかねえだろ。ここは新しいリーダーの最初の仕事だと思って力貸してくれ。分かった。墓地の会長、俺からも改めてお願いします。墓地へお貸しください。ああ分かったよ。まったく、ただご馳走するって言われてきたんだがな、すっかり乗せられちまった。ただほど高いものはないからね。よし、じゃあ行ってやりましょう。やりましょう。調子に乗ってる若造に一矢報いてやるか。でも手始めにどうするか。そうだね、目標を定めないと。そこはやっぱ決まってるでしょ。あ、何？若のメンツを潰すことさ。つまり。つまり？この町の選挙で久米が落選すりゃいい。어떻게？흑색선전？久米を落選させる？どうやって？いや、まだそこまではわかんねえですけど。でも、もしやれたらざまみろって感じですよね。簡単に言うんじゃねえよ。차라리一番に당선되는게더빠를듯。じゃあ襲って立候補できない体にでもするか？ならうちの暗殺部隊が。殺す気かよ。抵抗されれば最悪の場合は。そういうのはダメ。それにそんなことしてもすぐ次の立候補者を立てるだけだよ。向こうは勝つまでやめる気はないでしょう。勝つまでやめないか。うん、それで。え？될때까지한다。こっちが普通に選挙で勝ちゃいけ。お、진짜내말대로인가？久米より票を取れる候補者立てて思いっきり任す。그럴만한사람이。出なきゃ若の花は明かせねえ。まあ筋は通っちゃいるが、久米より票を取れる人間と言われても。ま、相手は久米っていうより青木亮の人気が票の源泉だけどね。星野会長、誰かお心当たりはありませんか？여기중엔없어。あいにく見当たる人間はいねえな。今まで荻窪という存在が大きすぎたせいで、この町やまともな対抗馬が育たなかったからな。選挙の時はいつも形ばかりの対立候補がいただけだった。じゃあいっそヤクチャが出馬ってのはどうです？なんだと？なんだと？だって地元じゃ顔も広いし貫禄もあるし。いくら慎重でも。あ、いや、ここ？あ、クララね、むしろクララ。チンペンチ。記憶力짱좋잖아。確かに。誰ら探してみる。青木亮に勝てる候補者をな。お願いできますか？かまめが、俺にだけ骨折らせるつもりじゃねえだろうな。はい。選挙ってのは金がかかるんだ。候補者見つけたとこでその金まで俺に出さってもらう。あ、本当に많아요。괜찮아요。あ、そう。財産500億。先に言っとくけど、今うちに金の余裕はないよ。いかほどかかりますんで。全部出せとは言わねえ。だが立候補するには供託金300万ってのが現金で必要だ。주총이한번이네。300万。俺に用意しろと。本값이죠。でかい喧嘩を売ろうって人間がそれぐらいの金作らなくてどうすんだ。はあ、会長の言う通りだね。どうする、春日君？왜시무룩해줘？짠돌이인척。
돈 있으니까 바로 연락 오겠는데? 사이드 사이드 아니 12장에 왔는데도 사이드가 없다고? 아 미치겠네. 도대체 난 뭘 한 것인가. 몇 장째 없는 거야 지금. 돈도 다 벌어놨고. どちらまで 行かれますか? 어, 천원 왔다. 돈 있는 거 벌써 알았어. 미츠! 어? 아, 연락 왔다. 기다리라고 했거든. 어르신이 말이죠, 실은. おい待てよ一番なんだよ急に大阪に行くって大阪ソテンボリ荒川のおやさんには助けがいるんだこの俺の助けがな三つから連絡があったんだよ今おやさんもソテンボリに向かってるとこだなんで大阪に俺もまだ詳しく聞いたわけじゃねえよ蒼天堀っつったら近江の総本山じゃねえかお前向こうで素性知れたらやべえだろよく考えろよでも助けがいるっておやつさんが言ってんだでそのおやつさんが大阪に向かってんだよだから俺も行くんだ考える必要なんかねえ선거는足立さんこうなっちまったらこいつは止めらんねえだろ分かってるよったくでも一番よ偉人町の方はどうすんだもうすぐ選挙だぞお前が青木亮に喧嘩売るって言うから俺らも付き合って今まで金稼いできたんだぜ分かってるとりあえず供託金の300万は作れたよなその金は俺がこれから清流会に預けに行くよ金はできても問題は残ったままですまだ久米の対抗馬に立てられる人間が見つかってませんのでそいつは星野会長が何とかするって話だったろ約束は守ってくれる人だこっちは金を用意してあとは会長を信じようぜ그래우리가할일은이제선거유세장가서깽판치면돼どっちお気をつけてほらイケメン勝手に見送ろうとしてんじゃないっての本当に行くのだったらみんなで行こうよいいね俺大阪にはまだ行ったことないんだよねいや悪いが蒼天堀行くのは俺だけだ足立さんの言う通り向こうは近江の本拠地やべえ連中のど真ん中なんだからなそれにこれは俺の個人的な理由からだお前らを巻き込みたくねえそんなこと言うなよ俺たち仲間だったはずだろ仲間だから頼んでんだ진짜무책임하네もしもの같이가야지あとは頼むぜ勝手なことばっか言いやがるわまあとにかくよせっかく貯めた300万きっちり星野会長に渡さねえとな行ってくるぜどんを맡겨라자꾸보게돼뭐인다없다キャバクラ ストリップ劇場か年金おい一番アルバイト募集だってよアルバイトおお時給900円かここで働けばお金ももらえて一石二鳥じゃねえか一石二鳥お金稼ぐのともう
아저거서브못들은걸로치는건가그러면開けてみるか。開いたぜ。못들은걸로치는거야젠장저것도분명히도전과제있을텐데아비겨요아